俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは順番を気にする方でしょうか。例えば飲食店などで後から来た人に自分より先に提供されたら不審に思うはずです。またビジネスでは役職、社歴、年齢などの順にするのがマナーとされます。逆に五十音順、ABC 順などの順不動にするなどして気配りをする場合もありますね。後回しにされてしまうことで自分は軽視されてるんじゃないだろうかと考えてしまうことは誰にでもあることなのではないでしょうか。今回登場する国はそれとは逆にライバル視している相手よりも優先され一番に順番が回ってきたため自分たちの国は重要視されていると喜びの声を上げます。2021年6月に開かれた G7 サミットにも招待され新しい大統領も就任したその国は先進国として認められる国に成長できたということなのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。僕はピョンテク市に住んでいる韓国人だ。ピョンテク市は首都ソウル市から南へ約80キロに位置していて首都圏と南部をつなぐ交通の中心地。高速道路と国道が全国を結んでいる。人口は約53万人の大都市だ。広々とした大地や湖に恵まれている美しい都市で郊外には広大な果樹園や水田が広がり農村風景が続く。都市と農村が豊かに共生している場所なんだ。そして世界最大の電子製品メーカーであるサムスン電子の半導体工場がある。ここへ2022年5月にアメリカのバイデン大統領が視察に来たことはご存知だろうか。バイデン大統領は就任後初めて韓国と日本を訪問したんだ。ウクライナ問題、中国、台湾問題、北朝鮮問題などの様々な重要事案について議論された。5月20日から22日までは韓国、22日から24日までは日本に滞在した。日本の人たちに言うのは失礼かもしれないけどこれってすごいことだと思わない？だってバイデン大統領は日本訪問前に韓国を訪れた。これはアメリカが日本ではなく韓国を選んだってことだ。僕らはとても誇らしく思ったんだ。韓国メディアも大いに沸いた。テレビのニュースや新聞記事では大々的に韓国の勝利を報じていた。アメリカ大統領、日本より先に韓国と首脳会談。バイデン氏にとって今回は韓国訪問が重要になる。バイデン大統領、日本より韓国に先に来る、なんていう見出しをたくさん見かけたな。3月22日にバイデン大統領が日本を訪問すると公表した時、韓国の訪問は予定されていなかった。だから僕はこの話にはあまり興味を持っていなかった。でも1ヶ月後の4月27日、ユン・ソンニョル氏が韓国大統領になることが決まり、5月10日に大統領に就任した。その大統領に会うために韓国にもバイデン大統領が来ることになったんだ。バイデン大統領が韓国の新しい大統領とも会談するということが報じられてから実際に訪問されるまでの約1ヶ月間、僕をはじめとする韓国の人たちはもうお祭り騒ぎだったよ。就任するや否や会いに来るだなんて、新しい大統領が決まったばかりの韓国にアメリカは期待してくれているに違いない。僕も新しい韓国の大統領を頼もしく思った。アメリカ大統領と会談することは今までの韓国大統領も目標にしていて、1990年以降の米韓首脳会談実現までの期間はムン・ジェイン氏が最速の51日、それからイ・ミョンバク氏が54日、パク・クネ氏71日、ノムヒョン氏79日、キム・デジュン氏105日、キム・ヨンサム氏136日、ノッテウ氏239日の順だ。ユン・ソンニョル氏は就任わずか11日でアメリカ大統領との会談をすることができ、驚くような最短記録を更新したということになる。これは今までとは違う流れだ。韓国の時代がついに来た。新しい大統領が決まり、アメリカに認められ、日本に勝利する。国の尊厳も上がり、
これからの未来は明るいものになるに違いない。多くの韓国人もそう思ったんだ。しかし待ちかねていた韓国とアメリカの会談が終わり、バイデン大統領が韓国の次に日本へ到着してから事態は急変した。バイデン大統領が日本に到着したばかりの頃は、バイデン大統領韓国の次の国日本に到着などと報じられたりしていた。インターネット上でも韓国よりも後に訪問される日本を心配したり哀れんだりする反応が見られた。しかしそれはその日のうちに思っても見なかった発言によって流れが変わったんだ。5月23日の会談が終了した午後、バイデン大統領が日本の国連安全保障理事会常任理事国入りを支持すると発言したんだ。嘘だろ、どうして韓国じゃないんだ。思わず僕は声を上げていた。最初は韓国を妬んだ人によるフェイクニュースか何かだと思った。日本よりも優先されて訪問されたってことは、韓国の方にいい話を持ちかけられるはずだと僕らは最高に期待していたんだ。でも実際は逆だった。韓国には日韓の関係を改善させるようにとか、中国やロシアから反発を受けている問題を何とかするようになど要求をたくさん提示された。それにもかかわらず日本は常任理事国入りだって。常任理事国の変更はそんなに簡単なことじゃない。加盟国の3分の2と全常任理事国を含む3分の2が賛成しなくてはいけない。常任理事国のロシアや中国が反対する可能性は高いだろう。でもそんな話を韓国をスルーした直後に日本に持ちかけられたっていうだけで悔しい。また日本に先を行かれてしまっただなんて信じたくない話だ。そもそもバイデン大統領は訪問する国の順番はあまり深く考えないでもらいたいとコメントしているのにもがっかりした。最も重要とされていたのは韓国と日本の会談を終えた2022年5月24日に開催された日米豪印4カ国クアッドの首脳会合だという。バイデン大統領はこの枠組みを重視している。過去にはオンラインでのバーチャル会議を2回行っている。2021年9月にアメリカのワシントンでサミットを開催した後、実際に対面しての会合はその時以来で2回目となる。日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4国の首脳が集まり、英語で4つのを意味するクアッドは当時日本の首相だった安倍晋三氏によって提唱されたものだ。アメリカ副大統領だったディック・チェイニー氏の支援を得て、オーストラリア首相ジョン・ハワード氏とインド首相マンモハン・シン氏が参加し開催された。クアッドは東京で開催されるため直前に日本との会談を予定し、韓国はその前か後ならどちらでもよかったというのだ。それでたまたま日本より先に訪問されたという。今回のバイデン大統領による日韓訪問は韓国人が期待していたものとは違う結末だった。僕はインターネットで海外のニュース記事を見てみたけれど、韓国ではあんなにみんな騒いでいたのに、他の国ではどちらの国が勝ったかということは大して話題にされていなかったことにも驚いた。バイデン大統領がもし中国が台湾に侵攻したらアメリカは軍事介入するかという問いに対して肯定したと報じられたことの方に大きく目を向けられているようだ。そしてインド太平洋経済枠組み IPEF を13カ国で立ち上げることになった。これによりアメリカと台湾の新たな経済連携ができ、中国に対する戦略も取れる。世界はこうして大きな目標に向かって協力していこうと動いている。僕は世界と韓国は見ている方向が違うなと感じてしまった。コロナウイルスの流行ではたくさんの人が犠牲になり、ロシアがウクライナに侵攻することで人の命に関わるような大きな問題が目の前に迫っている。世界はこんな事態に対応して大きく前に進もうとしている。もしかしたら自分たちが勝った負けたということに気を取られている場合ではないのかもしれない。今回もこうして韓国政権が変わったところで、前政権の時と
さほど国民の思考も政府の思考も変わらないということが世界に証明されてしまった。悔しいけれど世界の対応が変わるのを期待している場合ではなくて、韓国も変わっていかなくてはいけないということなのではないだろうか。毎回日本が先でがっかりしているのに、今回は韓国が先だから大喜びするとか、先とか後とかは問題ではないと思う。会談の厚みや中身の方が大切。大統領が変わった直後だから先に訪問したっていうのはあると思うけどね。確かに韓国の方が先って珍しいな。でもバイデン大統領のスケジュールの都合とかもあるだろうし、順番はどうでもいいよね。それより会談の中身をもっと知りたいよ。ムンジェイン前大統領の時は来なかったし、アメリカとの関係も悪化していたから期待してしまったのかもしれないね。バイデン大統領も北朝鮮の問題を解決する上で韓国は当事者として欠かせない。中国を牽制する上でも韓国と日本の役割が非常に重要って説明していたから最重要視されているのは確かだと思う。順番なんて気にしていないでやるべきことをやってほしい。韓国は日本とは違って海外への兵器輸出を行っているから、ウクライナへの軍事協力を求める目的もあったのかもしれないね。韓国にとって日本の存在は小さくないのかもしれないけど、それにしてもあまりにも日本を意識しすぎだと思う。日韓関係を何とかしてほしいっていうバイデン大統領のメッセージもあると思う。このままだと本当にやばい。歴史認識問題でどうにもならない状況になっているけど、アメリカが間に入ったことで立て直せるのかな。アメリカに言われたことを受けて日韓がどう動くかも気になるよね。2022年5月に開催されたクアッド首脳会談は、バイデン大統領の就任後初の訪日に合わせて行われました。アメリカのバイデン大統領、日本の岸田文雄首相、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相、インドのナレンドラ・モディ首相が出席し、中国のインド太平洋地域での影響力拡大などを含む安全保障や経済上の懸念が話し合われました。その中でバイデン大統領がアジア太平洋地域の成長促進を目的としたアメリカ主導のインド太平洋経済枠組み IPEF を発表したことが話題になっています。これにはクアッドの3カ国を含むアジアを中心とした13カ国が参加しています。3カ国による閣僚会合は2022年の夏にも開かれる見通しです。位置づけは不明確で、将来どのような姿に発展していくのかはまだ見通せない状況ですし、具体的な内容はまだ公式には明らかにされていません。しかし強い拘束力は加盟国に求めない一方で、アジアの主要経済国をこれまでの協定ではできなかったやり方でアメリカの影響下に引き込むことができる可能性があると考えられています。中国の強い反発を招くことを防ぐため、台湾は IPEF に招かれていません。その代わりにアメリカと台湾は21世紀の貿易に関する米台イニシアチブを新たに発足させます。この枠組みでは貿易促進、デジタル分野、気候変動対策など幅広い分野を話し合い、アメリカと台湾間にある既存の協議を格上げすることで経済関係の強化を図るとされています。アメリカの大統領が日本より先に韓国を訪問したのは実に28年ぶりのことです。当初は訪問する予定もなかったそうですが、ユン・ソンニョル大統領の就任演説を聞いてバイデン大統領は行動を変えたといいます。自由と民主主義を大きく主張したユン氏の就任演説をアメリカは高く評価しているそうです。ウクライナ戦争以後の世界は民主主義対独裁国家の競争になると懸念しているバイデン大統領は、中国の独裁を封じ込めたいと考えています。ユン・ソンニョル大統領が新しいリーダーとなった韓国は、アメリカの期待通りに中国包囲網に参加してくれるのでしょうか。自由と民主主義を重んじたアメリカやアジアの国々が協力して安全に暮らしていける地域が増えることを願うばかりですね。
それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。